どうした？ああ、ちょっと昨日サングラス忘れてな。うん。なくしちゃってサングラス。うん。目だけは見られたくないか。もう急遽サラリーマンとして。そうそうそう。目見られたら完全に特定されちゃうから。サラリーマンとして。ああ。なあ。今日はちょっとやろう。そうだな。これ新しいやつ、これ。なんだこれ。新品かお前。アンタレス。アンタレス？ああ。買ったんかお前。ほう。ワールドシャワーだったな。ちょっと水水貸す貸す貸す。え、ワールドシャウラーも買ったの？買ったよ。下手なのに？何だ下手なのに？下手なのに？お前。何？なんだ下手なのに？下手なのに？なんだ？あのノーサミングキャスト。なんだノーサミングキャストって。人のことバカにするなよ。日本一下手なのにアンタレス？え、何何何？お前バカにすぎだ俺。1703R の2。買ったんかお前。これは高いだろう。高いぞ。これはまあまあ高いだろう。ほうええー。え、これ十何万するなこれ。合わせて。セットでね。アンタレス行った。初めて使うの。もう初めて使う。今回買って。いきなり爆雷しないようにちょっと気をつけるわ。ノーサミングキャスト。ちょっと。ノーサミングキャスト。あのお前分かってるノーサミングキャストだからあれ。あの投げてスピニングリールのように投げて着水と同時に抑えるとかそんな人いないから。ダメなのそれ。いやダメじゃないよ、うん、釣りにダメとかはないけど。おういいじゃん。おうちょっと投げてくれ、必殺ノーサミングキャスト。何調整しとん。いいね。調整どうやってするんだろうこれ。これそこそこそこ、これ一番バックラしにくいやつ。これ どっちマックスかな。いやだからミンとマックス、うん、どっちがいい知らん。これブレーキどうやってかかるんだろうこれ。何がブレーキ。ブレーキ知らん俺は。メカニカルブレーキよ、うん、これだ、うん、そこにあるやろメカニカルブレーキ。これドラグか。バックラしてねえかすでに。やばいなこれ。すでにバックラしてねえか。いやちょっと投げてみる。ピー巻いた。うん、いや違うよ。フロロそれ。フロロフロロ。え、なんていうライン巻いた。ん、FC スナイパーか。高いやつ12ポンド。やばいなこれ。はブレーキの仕方わからんわ。これ開けてやらなあかんのか。そこボタン、うん、そう、そんでずらす。あ、これだこれだ。フロロフロロ。そこ合わせないか。これか、うん、これがブレーキか。いやいや、そこフロロな F なっとる。あ、なっとるよ。あ、なっ、なってないやん。これじゃねえ、 FL になってるフロロ P ナイロン。いやだからそこをここで合わせな。お前、あ、なっとるか。あ、なっとる。あ、ほんとになっとるな。これじゃねえか、これ。これ何、これ。これじゃねえか。そこか。これなんだろう。合っとる。そこで調整する。あ、出なくなった、出なくなった。あ、そこで調整、調整。これね、ちょっと落ちすぎるとやばいから。いい感じにやれ。ゆっくり落ちるぐらいがいい、ね、いい感じに調整しろ。うん。はい、記念すべき第1投目。バックラしないよ、今これ。おお、なんとかできた、できた。できた、見せて。バックラしない。音はいいな。音いいな。いや、そのゼニゲバ感いいね。やばかった今、爆弾するかと思った。そのゼニゲバ感いいか。音がいいだ、負け心地が違うだろ。違うな。いいだろ。ちょっと、まあ、まだ一投しただけだからあんま分かんないけど。おう、もう一投してくれ。もう一投巻いてる感じどう。いや、いい、軽くて。どんな感じ。おお、大丈夫大丈夫。危ねえぞお前。え、何が危ないの。すぐバックラするからさ俺。投げてる。うん。おお、よく飛ぶな。飛ぶだろ。おお、よく飛ぶな。さすがにこれお前高級なんだよお前。よかったなお前それ。え、飛ぶ、よく飛ぶ、よく飛ぶ。おお、いいね。サミングもバッチリ。おお、ちょっと見せて見せて、ちょっと見せて見せて。これはいいだろう。こ
このマックスとミンの意味が分かんないんだけど。俺も分かんない。調べたから買ったら。てかお前自分で買ってないだろ。いや買ったけど。買ったんかお前。買った。大変だったな。投げ始めもお小遣いの中から。ああやばいやばいやばい。ああバグらバグら。バックラチャンス。やばいやばいこれやっぱマックスにしとかなきゃ。あ本当あそこ調整したらバックラした。ミンの方に寄せてみたらちょっとダメだ。あだからマックスがいいんだ。マックスの方にするとバックラしづらい。ちょっと使い心地を教えてよ。んいやちょっとバックラするからやっぱスティーズの方がいいかな。いやだから調整さえやれば大丈夫。いや調整とかね。スティーズ持ってる？スティーズ持ってない。あ持ってないんか。バックラしにくいでしょ。うん。スティーズの方がいいかな。これ的に。うん俺が持ってるスティーズバックラしないぞ。俺も今度スティーズ買おう。うん、ちょっともうこれ飽きたな。無糖で行こう行こう。でもわがままなやつやなお前。さあ開始15投したけど、うん、まだ練習ね。どんな感じ飛ぶ、うん、いやものすごい飛ぶよ。ものすごいいい、うん、飛距離はものすごい出るね。あやっぱり、うん、これ世界一飛距離が出るって知ってた。いや知らない。あちょっと待ってこれ19アンタレスじゃない。うん違うよ18。あ18の方買ったの。18です。えダメ。いいけどめちゃめちゃ飛ぶやろ。うん18飛ぶよ。あ18アンタレスか。そうだよアンタレス DC。 あんま詳しいこと分かんない自分で買ってないから、うん、DC だよDC なるほど。これジャパン03519。あすごいな、うん、でもこの待ってて竿はどう。竿はねちょっと重厚感があってすごくいい。 1703R の2 、うん、まあそんな品番なんかどうでもいいんだわ。ワールドシャウラっていう事実だけでいいそのゼニゲバ感が、うん、この玉虫色の玉虫色いいでしょ無駄に高い竿。これもキノコで使ってたけどダブル玉虫、うん、ベイトとこれスピニング揃えちゃってこれ強いよこのこれね強い竿がいい。どんなバスが来てもこれやられないよ。強すぎるな。強いよ、うん、ものすごいこれ強い。でこっちもいい。それも強い竿なんじゃない。 1703R の3。どうだろうな釣ってみないと分かんないわ、うん、ライン WT14 の 30B、うん、PEMAX3G。うん、俺もよく分かんない。ルアー WT が10から 40G。 それ18アンタレスどう。ん、いやすごい。俺19持ってるけど。あ19の方がいいの。いやいいっていうのは関係ない。それは好みの問題だと思う。ただ19がよし18アンタレスをさらに進化させたっていう感じ。あそう、うん、まあ俺は18でいいかな。18の方が上だよねうん18の上か、まあ、19使ったことないから、うん、ただまあ単に18がいいかなと思って。なるほど、うん、まあ、釣れりゃ何でもいいんだよ。巻き感が違うだろう。巻き感は違う。あのあれメタニウムフジエル、うん、あれしか使ったことないけど、うん、もう戻れないだろう。いや戻れる戻れる全然戻れるけど。ほういいかなこれ。まあただ俺らサラリーマンバザーとしてはさ、うんうん、そんなさ毎日毎日釣り行けないじゃん。そうだよ。だから月1回2回じゃん。その時にちょっとねいい感じのセレブ感を味わいたい、うん、ああセレブ感をね。そうやな、うん、釣り行けないからな俺ら。セレブじゃないけどセレブ感を味わいたいみたいな。ああ、いいねこの音がビヨンヨンヨンつってから音が違うだろ。音いいねこれ。全く物が違うの。ああ違うんだ。じゃあそれで釣って今日、うん、あと今日使ってその18アンダレスとワールドシャラの使用感ちょっと教えて、うん、使用感レビューだから。さあどうも今回なんですけど、ヤマガエル昨日これでまあ50推定50後半ばらしてるんでこれ1本で行こうと思います今回。ちょっと切れちゃってあれなんだけど、ヤマガエルこれ釣れるよな。うん、まあ日中釣れるんだ。えやっぱオオサンショウウオ乗せるでしょ。いやヤマガエルよお前。総合力でもいやいや全然違うよ。かなわんでオオサンショウウオ。いやヤマガエルだよお前。これめちゃめちゃ強いって譲らんのヤマガエルだけは。ということで皆さん今回ねヤマガエルめちゃくちゃ釣れるんで、これもやばいよマジで。動きがボリュームがあってケツでピロピロ、これやばいんでこれ投げていきます。
さあ自分は山フロッグでねやっていこうかなと思います。山フロッグすごいでしょ、ほら、わあ、これで昨日はねマジででかいのバラしてるんで、これで釣る、いくぜ、いいね。もう本当に山フロッグ使ってんのか、お前。ほら山フロッグ一番釣れるから、うん、見て俺も、何、ちなみに俺ファットイカ、ファットイカ昨日50アップやりました。50いってないけどな。結構ねダムの場合ヒゲヤばっかりがなんか釣れてる感じがするね。もう打っては移動、打っては移動、うん、そんな感じが釣れてるイメージ。岸際でね着水バイトを狙う山フロッグで、どう？もうアンタレス最高、最高やっぱり。アンタレス18、物が違うだろう。違うな。おお。これいいスケート。あの角を言いますからね。結構沿いだよな。沿いしかいない。沿いに投げて沿いだけでいい、移動してった方がテンポよく、テンポの釣りになってきますね、これね。沿いについてる。で山フロッグの場合ね結構でかいの引っ張ってくるんで、探ってきてちょっと探って釣れなかったからもう移動していくっていうスタイルで、あんまりこのフィールドね詳しくないんで探るしかないですね。もう落ちパク系で、うん、どうよアントレス。もうちょっとバックラするな。バックラするか。あ、やっぱスティーズがいいかな。いやいや、そんなことない、それアンテもいいよ。お、ボイルボイル、うわ、ボイル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 しとる。おしとったな、やっとったな。とるぞ、デカバスおるぞ。デカバスおるぞ、デカバス。やっとったな、お前。おあっと来たか。巻き感が違うだろう。巻き感違うね、うん、いいよこれ、うん、ベイトリールいいやろ。おういいね、いつ釣れてもおかしくないと思う。お投げやすいだろう。めちゃめちゃ投げやすい。あと巻き感と音が全然違うだろう、伸びが。音はいいな、伸びやかだろう。19アンタレスは18はめちゃくちゃ飛ぶで滑らかで、滑らかで竿がめちゃくちゃかっこいいな、それかっこいいだろ、その赤竿を、うん、自分もこれワールドシャウラ信者なんで、ダブルワールドシャウラで。おお。あそこの橋が結構いいんですよ。橋ね。あそこいいよな。いいよ。結構あの奥で昨日ゴジャブボイルしてたんで、あの辺でちょっと狙っていこう。結構いいとこ飛んだな。あそこおるな。結構岩のとこ、ああいう岩の間結構入るんですか、あそこ岩の間結構入るんですよ、岩の間は。水深こんな感じね、6m。 来た来た、よっしゃ来た、アンタレス、いいの来た、いいの来た、いいの来たか。うおーしょ、なかなかの来るかな、おい、なか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 、でかいでかいでかい、よしよしよし、でかい。おお、やばいやばい、うわ、バレる、はい、開けるよ、もう35がっつり飲み込んでる、35飲ませ釣り。お前これ18アンタレスだから釣れた魚だろう。そうだよなあ。そうだよ。おいおい、外してあげる、かわいそうだ。俺のケロフロッグならやれるはずなんだよ、絶対に。ヤマガエル、ヤマガエル、また釣れない今日、また反応ないの、ヤマガエル。だけど、ね、ヤマガエルはね釣れたらでかいっていうとこあるんで、かけるよヤマガエルに。どうよお前、19、18アンダレス最高だよこれ、最高、やばい、巻き心地、うん、巻き心地いいよ今日、一切疲れてないから俺。嘘、疲れてないんか、うん、逆に元気なマジ、そういう理由だよ。本当だよ、やめろよお前。見せて見せて、大丈夫だ大丈夫だ、大丈夫だったか、びっくりした、よかったな。疲れてない、疲れてない、体が疲れない理由、うん、
う体作れないリールだよこれ。っていうか巻き感が良すぎて、巻き感良すぎてもう巻き感ゼロ。おう当たりも分かんない、飲ませた